フェイク。暴れるぜ。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本に漂う不穏な機運の知らせは瞬く間に世界中へと広まっていく。しかし矜持の中でただ一人、これこそ好機と息巻く男がいた。諸国のまだ見ぬあまたもの宝を求め、大盗賊アースクエイクは子分と共に騒乱の渦中へ自ら身を投じるのであった。いざ尋常に一本目勝負。勝者アースクエイク。ゲフ。二本目勝負。勝者アースクエイク。マヌケ野郎が言う。ゲヘヘ、残念だぜ。おめえがもっと素直にしてたらコブに入れてやったかもしれねえのによ。芝居小屋。いざ尋常に一本目勝負。こっちだ。
勝者アースクエイク。ウェッヘギフ。2本目勝負。よいしょ。ヘヘヘヘ。あ、相手に特務。マヌケ野郎がよ。おめえはとろすぎてあくびが出ちまうぜ。もっと俺様の動きを真似しろよ。何も聞かず立ち去りなさい。好奇心に殺されては浮かばれませんよ。アースクエイク VS 風間葬儀。いざ尋常に一本目勝負。勝者アースクエイク。ウェッヘ。二本目勝負。はい。おめえが天才？俺様の才能を超えるやつなんて存在しないんだぜ。12 seconds late。正義が俺をよ。
いざ尋常に一本目勝負。ヘイハピー、うわっ、ホッヘア、うわっ、勝者アースクエイク。ウィッフ。2本目勝負。プラズマブレイン。プラズマブレイン。クエイク。ああ、おめえ確かあの面倒な修行の時にいた犬連れたチビか。名前は思い出せねえけどよ。メガネ、私のメガネ。ここから先は私の。いざ尋常に一本目勝負。2本目勝負。おめえいっぱいお宝身につけてるな。せっかくだし全部俺様が引き取ってやるよ。
大丈夫。チャンプルは何も心配しなくても大丈夫。だから、ちょっとだけ待ってて。アースクエイク、いざ尋常に一本目、勝負。どいて。下。離れて。めちゃこにしてやるれ。俺様はスタイル抜群。手も足も長いから気ぃつけなよ。いい？おちびちゃんよ。いざ尋常に一本目、勝負。あわら。勝者、アースクエイク。二本目、勝負。12 seconds later.クラマーやシャマル最終戦勝負。勝者アースクエイク。超一流天才盗賊アースクエイク様に三流のコソ泥が勝てるわけねえだろ。土下座したって弟子にしてやんねえからね。
おい海賊女、おめえたっぷり財宝貯め込んでんだろ。痛い目見る前にさっさとよこしな。あんたも私を海賊と間違えてんのかい？残念ながら海賊じゃなくて大工だよ。それで大工からあんたは何を奪おうって言うんだ？アースクエイクバーサ、いざ尋常に一本目勝負。上だ！2本目勝負。おめえ海賊じゃねえのかよ。紛らわしいドクロマークつけてんじゃねえよ。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。おあ、なんだおめえ。財宝探しの邪魔者はこの俺様がぶっ潰してやるぜ。いざ尋常に一本目勝負。Yeah.
目勝負。Moments later.アースクエイクは我が目を疑った。まばゆい光に驚いて目を閉じた一瞬の間に、あの驚々しい異界は跡形もなく消え、今や辺りには美しい花が咲き乱れている。あの戦いは全て夢だったのか、それとも現実に起きたことなのか。にわかには信じがたい体験に彼はただ首をかしげるのみである。その夜、彼らは気を取り直し、旅の戦利品を並べていく。金銀財宝の輝きと口に広がる肉汁が彼らの胸をどっしりと満たしていった。お頭、次はどのお宝を狙うんで。おのおのの腹も満たされた頃合い、勝利の余韻に浸っていたアースクエイクへ、期待に胸躍らせる子分たちが口々に尋ねた。
この島国ジャパンにはまだまだ未知のお宝が眠っている。お宝がどこかで眠っている限り、俺様たちの金稼ぎは終わらない。アースクエイクの言葉に子分たちの目が輝く。次なる財宝を手に入れるため、世界を股にかける大盗賊とその子分たちは再びジャパンで暗躍するのであった。